今回ご紹介する場所は、京都駅の横にある京都鉄道博物館です。線路と線路、道路に挟まれた地帯にあり、中央に引き込み線からの車庫が設置されています。場所は京都駅から近いのですが、歩けば25分ぐらいかかるので、歩いていくのはちょっと微妙かもしれません。これが正面玄関です。このような場所は入る前にワクワクしますよね。全体のマップですが、展示物などがある本館があり、駅のプラットフォームをイメージした全長約100メートルのプロムナードに蒸気機関車や新幹線など展示しています。そして中央部に扇形の車庫があって、ここに主に蒸気機関車などを保存展示しています。あと、本館の前にトワイライトプラザといって、あの有名な寝台特急トワイライトエクスプレスを展示しています。入場料は大人1200円でした。蒸気機関車がぎっしりと入っていますね。目の前で見ると、なかなか迫力があります。デゴイチは、現場の機関士に操作性の良さから人気があったそうですね。日本の蒸気機関車の代名詞にもなっています。円形のターンテーブル状の蒸気機関車を見ることができました。車庫から連絡通路を渡って本館の方に移動します。早速目に飛び込んできたのが座席予約システムでした。この機械は予約するときとかによく見ますよね。手にはよくペンのようなもので操作してたような気がします。展示物はいろんなものが置いてありました。この時刻掲示板なんかは今でこそデジタルですが、昔はこのようなものだったのですね。自動改札機がありますが、これは日本初の技術だそうです。高性能なもので1000万から1500万ほどするそうですよ。新幹線の模型も置いてありましたが、こうして見るととてつもなく長いですね。座席のシートの展示がしてありました。ここの展示物は多岐にわたっています。ちなみに、今回のスカートとトップスともに、ビズリサです。車両の大型模型もいっぱいあって見てるだけで楽しいです。というか、模型を見ずにカメラばかり見てるじゃないかって言われそうですが。見ての通り、かなり余裕を持って展示物を置いてあります。これを撮った時こそ人はいないですが、混雑時はどんなもんなんでしょうね。この日は完全に女の子気分で館内を見て歩きました。ここにあった展示物はかなり興味をそそられました。何を展示してあったかというと、日本各地の様々な駅弁や食堂車についての説明です。味噌カツといえば名古屋ですね。そして、私が好きだった駅弁がもろにありました。それは、越前カニ飯です。カニの炊き込み、ご飯の上に、びっしりとカニが覆い尽くしています。これは本当に美味しかったですね。最近は、食べる機会がないので、見たとき懐かしさとともに食べたいと思いました。そして、このお茶の入れ物ご存知の方はどれだけいるでしょうか。昔は、ペットボトルでお茶を売ってなかった時代だったので、駅弁とともに、このお茶を一緒に買っていたようです。あともう一つ、
私の好きな弁当がこのマスの寿司です。これは本当に美味しいですね。ちょっと食べづらいのが難点ですが、昔は食堂車があったのですが、今観光列車を除いて普通の特急列車や新幹線の食堂車はほぼ絶滅しました。亡くなった主な理由は、新幹線のような長い編成の場合、最前列最後列の車両から出向くには往復で、混雑時は移動そのものも容易ではなく時間もかかったので、列車がスピードアップされて旅行時間が減る中では、このようなサービスは乗客のニーズに合わなくなってきたからと JR の関係者は言っています。後自由席のお客様に粘られて食堂車そのものの売り上げが上がらなくなったのも理由の一つだそうです。このエリアは鉄道模型のジオラマがありました。ものすごく大きいですね。ただいまより模型列車の運転を行います。運転時間は約15分です。この模型場では実物の車両の約80分の1サイズの延長ゲージと呼ばれる模型を使って運転いたします。制御装置もかなり本格的に作り込んでいます。模型の中にカメラも設置してあり、制御する場所から見れるようになっていました。まず在来線行きを右に向かって、白色にグレーのみの電車が出発していきます。この電車は大阪と金沢を結ぶ特急電車で、サンダーバードとして走っています。説明の映像も同時に流れライトの演出効果も抜群です。でもしているときはフラッシュ現金の貼り紙がありました。今日の旅をイメージした映像の中を、現在の京都駅を発着する鉄道車両をメインに、新旧様々な鉄道模型が走ります。ところで、ここに訪れた時、人はあまりいなかったのですが、私とすれ違う人にはほぼバレていなかったようです。私は後からこの画像を編集してるのですが、ちょっとバレてるかなとも思って、なんとも微妙かなとも思います。2階から1階を見ると、吹き抜けの下に電磁車両が目に飛び込んできます。こうして見ると、左端の新幹線は何かもう別の乗り物ですね。とにかく展示物が車両そのものなので、中にも入れますし、列車好きにはたまらないと思います。1階ですが、線路などの鉄道の設備関係の原寸大のものも展示されています。そういえば、紙の時刻表も最近は全く見なくなりましたね。これとにらめっこして旅行の日程や計画を考えるのが楽しかったっていう人は結構いたのかもしれません。クハ489-1って書いてありますが、これだけでどのような車両か見る人が見ればすぐにわかるそうです。私が知ってる範囲では、確かクが駆動車のク、ハが普通車の記号だったような。JR 線の線路を窓から一望しながら、食事や喫茶を楽しめます。レストランの人気ナンバーワンメニューは、こちら、ドクターイエローのオムライス、税込み1000円。ちなみに、ドクターイエローは、出会えたら幸せになれるというジンクスで有名だそうですね。鉄道が開業した頃の説明パネルが置いてあるコーナーもありました。
新幹線の制御室の展示ですね。今回ご紹介したものはほんの一部です。ここは見応え十分なので、たっぷり時間をとってこれから見に行かれる方は計画して行ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただければ嬉しいです。